賞当選開封のギー、当たったよ、当たったよ、金書き留めで届きました。テープです。これは簡単に剥がせるんでいいですね。JA 全農卵って書いてあった。金書き留め、じゃん。これね、多分もう一通来てると思う。あの不在で取れなかったからわかんないですけどとりあえず、あ、これはなんか、これなんかオムレッツって書いてある。ご当選のご案内、この度は卵をたくさん食べて新生活応援キャンペーンにご応募いただきありがとうございます。厳正な抽選の結果、お客様が当選されました。え、東急ストア3000、うわ、東急ストア久しぶりだ。やりました、東急ストア。これなんかすごい、なんかなんだろう、相鉄郎線も結構立派な入れ物なんだけど、東急もっと立派なんで結構厚みがあって、ちょっとねワクワクするんだよ。3000です。やりました。これはね、確か綾姫を買って応募するやつですね。結果が出てよかったです。結局のところ5月は、まだありますけど、あと1日ありますが、そうね、結構良かったんじゃないですか。出だしがなんか未来の、まだまだ選んでないんですけど、カタログギフト2万円分、その後、確か相鉄ローゼンコカ・コーラで1万円分、その後相鉄ローゼン青旗4000円、青旗キューピー4000円、あとはキッコーマンが1000円、それまでいくら、1万5000円、3万5000円、そしてこちらが3000円、でしょ。で多分もう一個当たってるから4万1000円。よし、これでクリアじゃん。1日1000円ずつ使って1日1000円当てようみたいなわらしべ生活でございますね。まあいいんじゃないですか。検証で1年間結構頑張ってどれくらい当たるかって、100万はちょっと届かないとか届くとかそれくらいで、それも結構なんかなんかモニター当選みたいなやつも含めて、化粧品とか金額がこれマジですかっていうようなやつを入れて1年間で100万とかぐらいなので、ちょっとねやっぱね100万はね難しいですね。現実問題、1ヶ月に高額当選含んで、高額当選って結局3000円でも高額だと思いますけど、でも1万円が高額だと思うんですね。1万5000円も高額かな。東丸忘れてました、これ。東丸、これはメルカリで1万円以上。あ、でも第、あの、4月分の当選の人が、多分、あの、売り始めたら、価値が、ちょっと、その3月分の、時には1万円以上の値段がついてたけど、多分4月分になってからは、あれなんじゃないかな。あとこれ、これ、あの、この下のやつは、バッグ。これどれくらいだろう？5万円くらい当たってるかな？じゃあ、5月は。まあ、いい方なんじゃないですか。1ヶ月に5万円当たったとして、12ヶ月で、60万。まあ、100万はちょっと本当に難しいですよ。化粧品とかが当たって、あと、サンプル百貨店とか含めないでね。あれは結構プライスレスなところがあるんで、1個の箱の中、金銭的な価値とかすると大きいものとか入ってくるんで、まあ、結構1回で3万くらい入ってるような気がするんだよね。リアルサンプリング。まあ、ちょうど今回体調壊したりとかしてる時には選ばれてなかったんで、多分前回行けなかったやつが結構多い引いてると思うんだよ。あれはしくじると次選んでもらえなくなるんで、ちょっと多分それかなって思ってますね。うん。あとは、なんだ。
あとなんか当たった？物当たった？ちょっと覚えてないんだよね。すぐ忘れるっていうのが粘着しなくていいのかもしれないですね。まあ細かくなんか、そうね。あと SNS とかも、まあ YouTube やってる関係上さ、SNS の特にさ、特に、なんていうのかな、特に、インスタとかに簡単に当たったのをさーって流しちゃったらそれで終わっちゃうじゃん。だからあえてですよ、あえてなんか全部はあげなかったりとか、まあ、ブログなんか全然最近書いてないので、まあこのだらだらとした YouTube 見なきゃいけないという、そして私の動画から結構おすすめとかおすすめの動画みたいな感じで出てくるんですけど、検証のやつは全然見てない、検証のは全然見てないんだよ。私が好きなのは意外となんだろう、あの女の人が投稿してるやつはあんまり好きじゃないんで、自分でお前が言うかみたいな、なんかね女の人が投稿してるのはあんまり好きじゃなくて、私見てるの大体なんか男の人のやつですね。ちょっと今日はいろいろ整理しながら、こうもう今からさ頑張ってもっていうなんか感じはあるんで、今から頑張ってもまあ取りこぼしはないようにしたいなと思っておりますが、今から新たなものに着手するのはちょっと危険かなと、ちょっと保守的な感じですございます。はい、まあちょっとはがきを整理しながら、一人ではがきを整理するんだったら今日の分の動画撮ってないから、じゃあ動画撮っとくかなみたいな、これインスタ用にさ、インスタにアップするためにこれちゃんとあれしとかなきゃだな、恥じとかなっちゃうな、この辺ちょっとなんか郵便物処理活動とかいろいろやってたんで、ちょっとまあまあせばしくやってます。1ヶ月、5月なんだかんだ文句言っといて、結局、当たってるじゃないの、みたいな。で、5月のものは結構商品券使って買ったりしました。イオンのやつとかは、イオンの商品券とか使って買ったりとかして、まあ回さないとダメね。財布が豚みたいになっちゃうんで、私財布の中、ほとんど商品券、なんか閉まらないくらい商品券なんだよ。だそれを なるべく使って回そうかなと思って、結構使った。あとは、ま、なんか財布の中が券だらけっていうのもちょっと情けないよね。なんとなく他にないのか、ないんだよ財布の中券だらけだよ。もんじゃ焼きまだ行ってない、これもう一回行こうかなと思って、今回の5000円になっちゃったんだよね。だってベルクも行ってきて、ベルクも使った、商品券使った、ベルクお釣りが出る。コエクスはね全然行ってない。あとはヤオコ今やります。ヤオコも商品券使った。でも今月は5月は買い物に行ってない。東急が2枚、相鉄ローゼンが財布の中には2枚。お釣りが出るところかお釣りが出ないところかで出しちゃって、お釣りが出るんだったらどんどん積極的に出して、砂利銭もらってた。稲毛屋とか砂利銭をもらってました。なんかレジからお金が出てくるっていうちょっと面白い感じ。レジからお金が出てくるんだよ、レジにお金入れなきゃいけないのに。これ相鉄ローゼン、もうこれもう終わったから財布の中に戻しとこう。1、2、3、4、これがキューピー青旗のやつの4000円と、あとどれだ、この皮もいらない、どんどん捨てていかないと。何か来たかも、ちょっとお待ちください。
つは、ああなんだよ、まったくよ。よし、後でですか、うん、後でにさせて。そこ皮を捨てて、これがこの中の名前が書いてある封筒とかシュレッダーして出したりとかしなきゃいけないの大変ですね。1234よし5 1 2 3 4 5、相鉄ローゼがどこにあるか、うん、これ見た方がいいのかな、これちっちゃ見ることないよね、これ見た方がいいのかな、紙着てるよって、うん、捨て、そしてこの封筒も、個人情報のところをカットしてシュレッダーして捨て、どんどんねゴミを家の中から郵便物処理活動捨て、はい、あーこれも汚いね、かなり嬉しかったんだろうね、結構なんか取っといてる。ただこの議決権行使活動で当たったクオカード500円とか、これなんか結構嬉しいですね。なんか議決権行使活動でもらうやつ、当たりみたいな。で、あとはちょっとレシートをなんかちゃんと直しに行こうかなと思ってたやつも結局できなかったやつ、これはマルエツの、あーほら、相鉄ローゼンのコクマロカレーとか見えなかった、ちょっと店名は見せたくないからさ、あとクレジットカードとか、あとこれ間違えた、マルエツのトリプルヨーグルトとビヒダス見えます、これで600円も使ったのにこれ応募できなかったっていう、これもうこれもさよなら、はい、5月31日まで、これはどこのあの処理活動にお付き合いください、これはどこの相鉄ローゼン、まだいけるかな、キッコーマンだと200円のやつだったら応募できるんだけど、200円は2000円、200円が2000円になるんだったらちょっと応募していいかな、相鉄ローゼン最後に行きたいな、あの商品券が当たってるんで、あと四世紀クレシア、あこれはいらんな、あとこれだよ、これあと1個で、あの丸宮の何これ、麻婆米、いらないっちゃいらないんだけど、あと1枚なんだよ、これちょっと月末頑張ろう、相鉄ローゼンにとりあえず持っていくやつね。そしてこれ3徳かごめ、これまだ6月までなんで、ちょ3徳はここに置いとこう。そして、はい、舞茸ご飯、これねあんま美味しくないんだよ、生き組舞茸の舞茸ご飯、前回は3個当ててるんですけども、うん、舞茸ご飯あんま美味しくないんだよね、これはイトーヨーカドーが7月10日まで、ああヨーカドーはちょっと緊急に行く可能性がある、何で緊急に行かなきゃいけないかというと、ヨーカドーの上にあれがあるんだよ、ビッグカメラかなんかがあって、そこが5月30日までなんで、なんとか使おうかなと。でこれが三徳キッコーマン6月30日まで、ああこれもあれか、期間が1ヶ月違いとかにしてるんだね。でバナナ、これちょっとやりたいんだけどね、これは相鉄ローゼンとか入れとくか、うん、あこれ過去のやつ、過去の思い出深いやつを取っといてる、すみっこ暮らし新米キャンペーン、これ当たんなかったんで結局
こっちの D 賞とか C 賞とか狙ってたから当たってないので、ちょっと悔しいね。これちょっと悔しいやつは捨てとこ、ね、当たんなかったやつは速攻さっさと忘れる。そしてカルビーのじゃがいも、8月ぐらいから来るかな。よし、はがきの整理と、おお、チョコモナカジャンボ、これちょっとはがきがなんかちょっとクソみたいになってる。あとはもうこれいいかな。まだね出てきてるんだよ、続々とバーコードが結構出てきてて、あと2枚ぐらい出せっかなっていう。どうする、やっとくか。出てきたからな、ハガキが。で、これで私がここでやれば実践編にもなるしね。検証の。どうやって応募してるのって。絶対当たるからさ、これ。絶対当たるからさ、とか言っちゃってる。あれ、ノリがない。ノリがないよ。ドンキだね。ノリがないよ。ノリっていうのは、ノリがない、マジない、なんで、ないどこにあるの、ノリは私が使ってるのテープノリのやつ、ピーってやつ、ピーってあった、しょやっとくこれ。台がさ、心もとないね、ここ。いっぱいいろんなのが。これ6枚全部貼ります。手元が見えなかった。そう。これを。で、こう、バーコード処理をしてたら、キッコーマンじゃないや。キューピーのやつもバーコードが出てきたやつで応募できるか、あと1個ぐらい応募したいなって。でももう、今30日ですよ。どうするみたいな。30日締め切り、化身有効とか、もう本局には行くけ、本局に行くけどね。なるべくもう最初に綺麗に切っとくようにはしてますけど、もうこれだけ余白がある場合は、今まで伊藤園って結構キチキチになんか36枚とか貼るミッションとか多かったんで、結構辛かった、この余白とかのこの汚いやつとかもちゃんと取らなきゃいけなかったんだけど、これだけ余白に、これ55ダメなんだ。一回聞いたら覚えとけよ。うん、そう。はい、わかった。はい、わかった。はい。これね。さあ、これ貼れ、ダメ。きれいにちょっと切っとこう。本来だったら神経質なんで、バチッとですね、バーコードをきれいに。これ三脚でさ、三脚越しに自分の手元見ると感覚が変なんだよ。本来だったら綺麗に切るタイプなんだけど、これ絶対大丈夫なのが3800のやつなんで、絶対大丈夫なやつはとりあえず貼っとくかみたいな。今回多分濃いお茶対象じゃないのかなみたいな。はい、これまずその後、これで止めるんですけど、手元でね、手元がよく見えないのに、やるのはちょっとあれなんだけど、でもまあ、これもね、実践編でね、何が欲しいですか？やっぱり2ポイントの、ご飯のやつにする？あ、ちなみになんかどっかの、どこだっけな、どっかの株主優待で、この辺の米、銀河の雫とか、つや姫とか、2キロの洗濯できるやつがあったよ。だから、ちょっと、洗濯しといた。この、海苔以外は、私は、100均で買った方がいいんじゃないかなと。100均でこのテープは買ってます。ただ、100均で買うテープで、むちゃくちゃなんか深い。海苔は絶対買わない。100均では。
なぜかというと、すぐお釈迦ポンになるからです。安物買いの銭失いって言葉知ってますか？ちょっとこれ、三脚沿いになってるんで、綺麗に貼れない。くそ、くそ、くそ、くそ。手元に持ってかないとダメ。コンビニと、まあ、コンビニは意外と高いでしょ。値段が高いから、節約したいんだったらコンビニで買うなって言うじゃん。逆に、100均も無駄なものを100円だからって言って欲望のまま買って使わなかったりとかすると無駄になるから、100均も節約とかするんだったらお金貯めたい人は行くべきではないということですね。手元でやらないとさ、狂っちゃうんで申し訳ない。三脚のさ、位置がこんな感じです。どうしよう、パックご飯のやつにするかな。非常食用に取っとくっていう。米いらないもんな。捨てて、あともう一個分ぐらいあるかな。どうする、2個もいるか。これもね、わかりますか、どれくらいってビーって綺麗にセレブみたいに貼らないんだよ。え、それをセレブっていうの。そうだって、テープのりでやって100均で買わないから意外と高いの、200いくらかするから、それをケチりたいわけですよ。本当だったらね、ビチッとセレブみたいに貼るとこの部分とかもきちんと貼れて手間がねかかんないんだけど、あーもったいないんでね。細かいことコツコツと、なんか人に迷惑かけるケチっぽいやつは嫌なんだけど、なんか自分の問題だったらまあいいかなってそう思ったりとかするんだよね。あと環境のこととかさ、なんか風呂とかも毎日さ、3人で風呂に入るんだ、3人全員で入るとかじゃないよ。なんか風呂さ、もったいないなって最近思って、水の資源のことを考えると、やっとなんか王子に近づいてきたよ。オーストラリアって風呂とか、外国風呂基本的に入らないじゃん。なんか汚ねえなと思ってたんだけど、あれ一杯水さ入れて風呂終わったら流すっていうのがさ、ちょっとなんかなって思って、水をとにかくなんか頭にさバケツ乗せて水を運びに行くさ、それが一日の仕事ですみたいな、AC ジャパンの広告みたいなやつ、ああいうやつを想像すると、のんきに風呂なんて入ったらダメだろうみたいな。感じて思うわけですよ。ちょっとこれ外。あえてちっちゃくしてるんじゃなくて、これを、ちょっと、はみ出たやつをちょっと切ってるだけですね。あと2枚できたぞ、最後に。最後の最後、5月末。いや、本当は不本意なんだよ。これで、応募するのが、こんな月末の末にさ、これは化身有効なのかな？化身有効じゃなかったらちょっとやめとくかなって思うんだけど。応募のちょっと待って、ご注意書いてねえよ。ちょっと端折って読みたいから、ここに書いといてよって。5月31日キャンペーン期間何日までいいとかさ、化身有効とかさ、その辺が書いてない。
デートしないよ、こんなことぐらいじゃ。別に無駄になってもいいよ、これ。いや、次の時に、次がすごいなんか魅力的なのがすぐ来たら、私はマジになんか悲しくなるよ。あとですね、注意をしたいのは、先日の、私結構チョコモナカジャンボのバーコードを、今年バーコード整理してるんで、うざいな、これ手に。チョコモナカジャンボのバーコードが、発掘活動をやってるんで、思いのほか集まってですね、もうチョコモナカ無理に買わなくてもいいやって、思った。ので、私いつもここのビラビラ気になるんで、ピッて剥がしたくて、剥がしてたんだけど、これ剥がしたら、バーコードの数字が、おしゃかぼになりまして、もう剥がさない。もう、やらないよ。もうやらないよ。おしゃかぼになって、悔しかった。チョコモナカジャンボのバーコードは、なんか50円ぐらいで売ってんだよ、メルカリで。バカじゃねえのって。50円だよ。バカ。あ、でも、すげえ当てたい人だったら、食べたくないから、若い女の子っていうか、ちょうど30代の人かな、感じあれが好きなのは。感じあれっていうか、チョコモナカバジャンボのやつは、ここにテープ貼らないで、行きます。1枚コースで応募します。これも毎年当ててんだよ。これはごめん。カルビー大収穫祭のやつは昨年の告知はどう取っとこう。どこに取っとこう。こっち。あとなんかカタログギフトを選ばなきゃいけないやつがあって。どうしよう、もういろいろなんかさ、結構私決断力早い方なんだけど、自分で言うのもなんなんですけど、有能な経営者は大体決断力早いですよ。あー、これはあれか、もう5月の分、5月は何個か出したんで、あとは相鉄大勢のカードをしっかり、相鉄路線コーナーとか、しっかりと相鉄カードにチェンジしてからじゃないとダメ。だと生だじゃなくてパンダリュック。あんま欲しくないですけど、これは応募したいけど、今バーコードが、私にはバーコードがない。カルビーファンタスティックも、私はこれ、貸し切りだけじゃないのね。昨日ちょっと見たら。貸し切りパーティー B 賞 C 賞だったら当たる可能性があるかもしれないんで、参加はしとこうかなと思った。でジャイアントコーン、これも相鉄ローゼンかな。よし、でこれは OK はいかないな。これはいらねえな、やらない。でディズニー貸し切り相鉄ローゼン、これ相鉄ローゼンに意外とあるんだよね。店に。はい、ブルガリアヨーグルト。ブルガリアヨーグルトも、ちょっと封筒作っとく。やっとく ?3 枚。私これ3枚コースしか狙わないんで、バーコード持ってないんで、そんなに。あ、バーコードじゃなくて、このマークをそんなに持ってないんで、手元にありゃそりゃ上のコース狙いますけどね。そう、まあヨーグルトもいろんなところでさ、あ、ちなみにここちょっと心持ち、内側に来てます。なぜならば、それは畳むときに分かると思うんですけど、ちょっと内側に切ってます。この線をね、ほんと信じてやると、後で、みたいになっちゃうんで、その、
っていうのがどんなのかちょっと分かんないでしょ、やってみないことには。何回か、うち一応これはもう何回か出したんだよ、経験上ですね。これを山折り、折りで、で、のりがテーブルとかにひっつくのが私は嫌なので、ここでやるので、大きいところからやる。両方、やっちゃうと、なんていうのかな、なんかまだ応募マークまだ調達できてないので、これから買って食べるのを前提に、封筒を作るっていうね。で、海苔がテープ、こう、くっついたら嫌なんで、これを敷いて、で、私はもうこういう感じで作ります。うまくいかねえな、この、三脚があるからね。こんな感じに糊を貼りまして、お前邪魔、これを畳むときにですね、これを線のいっぱいいっぱいまでやると、これを畳むときに非常にストレスになるっていうね、はい。なので切るときに心持ち内側に切って、そんなことできるよ、で、綺麗な封筒ができまして、もうこれでここに入れて、サラサラサラって3枚入れて、出すっていう。封筒だけ作っとくと、応募しようかなと思った時には楽なので、ちょっと作っといた、今。これは、もういらない。氷結なんてね、4倍ぐらいしかいらないな。これは、東京ディズニーシーファンタスティック。あ、これ、まあ結構長いね。東丸も卒業。これはいつまで6月20日、はい、はいはいはい、これは東急ストア、まあ東急の枠当たるような気がしないな、キューリッシュ、7月、これどこのスーパーの東急、あ、これ東急ですか、これ東急でまとめとくか、東急で東洋水産はね意味ないね、これは東急、あ、これも東急、これがあるの全の農協シリーズ、これはね、バーレシートで応募できるやつ、最後に卵買っとくかな、5月31日までで、でも卵もそんなにいらないかな、ちょっと保留。これはですね、ちょっとおしゃれな冊子なんだけど、フリーペーパーね、駅のところに置いてある、東急スタンプにもあるっちゃあるんだけど、これ見てもあれがないのよ、検証が。して、なんで持ってくるのって、もうないの分かってるのに、フリーペーパーでもさ持ってきたくない。あー、これも5月のやつだから、6月売ってて出てて答えがあるかもしれない、の答えが分かってから、V マーククイズ、これ答えが分かってから私は応募する、確実に。これは当選の通知みたいなやつ。はあ、毎日こんなことばっかりやってんだよ。で、これはグリーンマーク。こっち。牛乳 ?5 月31日。牛乳ね、あと1個買えばなんとかなるんだけどな。当日消しに有効。いらねえな、これ。美味しい牛乳は、結構キャンペーンやってるんで、もう、今は多分9枚ぐらい持ってるんだけど、それでね、これはよし、これはもういいだろう、まだあるけどまだあるからちょっと取っとく、よし。で、東京だけ、これか、
5月31日までだ。これは全然思ったより全然やれないよ。これだってオタクとキリンビバレッジと、あ、でも最後にちょっとオタク買おうかな。1枚だけ取っとくかな、東急。これコメディア、ちょっとクリアファイルの中に入れて、これもクリアファイル入れて、これもちょっと、あ、日本のエールね、これね、しつこいね。だと私が今把握している、これは何、どこの相鉄道前長屋だって。でもな、これな、いらないでしょ。梅酒買って梅酒はいらないね。梅酒買って梅酒はいらないけど、ちなみに今見つけてるのは3社見つけておりまして、イオンが肉なんだよね。イオンとベルクは肉で、相鉄道前は、酒。ベルクのはちょっとはがきがすぐに出てこないんですけど、これこちらですね、あの長屋のやつ、あの各スーパーで景品が違うので、狙っているもの、まあすごい酒好きの人だったらこっちなんでしょうけど、私は酒飲まないんで、これを買う時も非常に、なんかあの梅酒ってなんだろう、あの料理酒にも使えないんだよ。なんか梅酒みたいな味で、でもガチに酒飲まないからさ、なんか飲みそうな感じするってすごい言われるんだけど、どういうところで、あの明るいからかな、性格が明るいから酒飲みそうに思うのかな。まあそこポジティブに考えとこう。で、私は酒飲めないんだよ。で、飲めないっていうか、なんかで飲めないんじゃなくて、多分飲んだらキャパがどんどん広がっていくだけなんで、それちょっと嫌でしょう。飲まなくてもさ、意外とあの性格明るいんで、まあ、後でネチネチやんな、あいつに何か言われたとか、酒飲んでないから覚えてるから、あの、ちょっと、なんかちょっとさ、不適切なこと言われると、ガチで覚えてて、ずっと根に持って覚えてるっていうところはね、立ち悪いっちゃ立ち悪いんだけどさ、うん。酒飲んでるから、覚えてなくてって。ここなんどうでもいい。貸し切りないと、ユニバーサルスタジオ、これにイオンカード、これはリテールパートナーズって、なんかスーパーっぽいね。おお、広島県マルキュー、おお、マルキューアレクサンマート、あー全然知らないよこの辺。マルミアストア、マルキュー、マルキュー、あ、マルキュースーパートムラ、あーこれマニアック、あーこっちのあの九州の方、あの広島九州、一番多いのが山口県。へー、山口県にこんなにいっぱいスーパーってあるんだ。私山口県多分行ったことない、一回も。だから名前があんま好きじゃないから、山口県うん、熊本県、あ、でも九州あんま行ったことないかも。福岡は行ったよね、行った。大分県、あ、この辺とか分かんないわ、地理。この辺をさ、あれして宮崎どこって言われても、ここに大分があるとは思わなかったね。四角だね。で、あの福岡って意外とすっげえ私からすると九州のむっちゃこの辺だと思ってたの。でもこの辺は鹿児島っていうのはちょっと学んだ。で、長崎と佐賀は、うん、多分ね、クイズっていうかテストに出たら分かんないね。こっち長崎って書きそうだね、なんか島の方みたいな。で、結構電車のやつで、あの福岡から
新幹線さくらっていうのが出てて、さくらってうちハリネズミさくらだから、あいつが鹿児島中央まで行ってんだよ、この辺。あー、それで熊本の方が手前で、こう福岡より結構先なんだっていうのを学んだ。あと、こう福岡か、長崎好きなんで、長崎って、あ、同じ九州じゃん。この辺なんかもう全然なんか九州っていうノリでいたんだけど、福岡って全然なんかこう来るのが楽なんだけど、福岡を拠点に、こう1時間ぐらいかかる、1、2時間かかるっていうね、しかもなんか主要都市まで1時間かかってからの田舎、そこからまだあるじゃん。道のりが。鹿児島とかも、まあ、意外と、福岡からの距離があるっていうのが、わかりましてですね。あと宮崎とかも意外と近いと思ったんだけど、これ意外と距離からすると鹿児島と同じぐらいのレベルじゃんみたいな。なんか、ああ、思ってたより全然違うんだって。宮崎ってほら、宮崎ピーマンとかのキャンペーンでよくやってるじゃん。だから、ああ、位置的にはものすごいなんかこう、遠いんだなって。福岡はまた全然手前なんだなっていう。で、あとは、もうなんか、島根なんてね、でも島根は、七田があるんで、島根は七田があるんで、七田先生なの、七田があるんで、ああ、まあ、ここが、そうだね、島根県松江市、島根は分かってる。七田があるから。でも山口なんかは、えって、あ、そうなのって、ここなのって。島根の隣にもなるんだ。だからこの辺で島根県と山口県の県境っていうのがあるんだなっていう。いやー、広島県と山口県の県境は知ってたけど、島根県があるとは思わなかった。あー、これダメだね、私は次が。全然ダメだね。なんか夢でさ、試験で、あなたは、なんかテストが足りないから、この学校行けませんよって宣告された夢を見たんで、悪夢。なんか毎日見るさ、悪夢シリーズが、最近なんかネタが枯れてきて、なんかどうでもいい悪夢を見るようになって、何その悪夢みたいな。学校みたいな。学校シリーズになってんだよ、最近の悪夢。これは？あー、大谷翔平のクオカードか。すごい、開けるもなくスルッと抜けたよ。あ、結構、でも大谷翔平のことかっこいいって言わないと、みんなになんかフルボッコにされそう。あ、でもこう、加工してるでしょ。加工してるでしょ、これ。ということでですね。あ、これだ。薬王道具なんかっていうところが、なんか、この辺。ちょっと、株主番号とか嫌だからな。ちょっとこれね。この辺の米が、あれで、銀河の雫、一目惚れ、晴れ渡り、秋田小町、つや姫、コシヒカリってあって、銀河の雫とつや姫とかさ、選んだら、仮によ、当たらなくてもまあいいかなって。あとはちょっとね、悩んでるのこれ、5月31日まで悩んでたらもうやらないってことだよね。目指せ未来のアスリート。アスリートなんちゃらとかには行ってみたいなとは思うんだけど、多分こういう話は、多分あいつは聞かないと思うんで、パス。ということでですね、本日検証当選開封の儀と、まあ実践編。もう何回もやってる実践編でございますが、バーコードの貼り方ですね。させていただきました。まあ、何かのお役に立てることを願いつつ、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。